パレルモは、イタリアのシチリア島北西部に位置する都市であり、その周辺地域を含む、人口約66万人の基礎自治体。シチリア島最大の都市にして、シチリア自治州の州都であり、パレルモ県の県都でもある。独自の国際色豊かな文化を生み出した中世、シチリア王国のこと。イタリア語以外の言語では、以下の名を持つ。パレルモ県の北西部に位置する。 シチリア島西部のトラーパニから東へ 73km 南岸のアグリジェントから北北西へ 91km 東岸に位置するシチリア第二の都市カターニアから西北西へ 166km ュトローマから南へ 428km の距離にある隣接コムーネ隣接するコムーネは以下の通り気候は典型的な地中海性気候で夏は 暑さと乾燥が顕著だが、冬は、井戸の割にあまり寒くない。マルトラーナ教会とサンカタルド教会パレルモの基礎は、フェニキア人によって築かれた。当時の名は、ジズといい、これは、花の意味である。この都市は、間もなく、ギリシア人の公海者や商人と交流を持つようになった。ギリシア語では、すべてが、港を意味するパノルモスの名で呼ばれた。 そのラテン語系がパノルムスである。第一次、ポエニ戦役でローマの手に落ちた。西ローマ帝国滅亡後は東ローマ帝国領となった。9世紀にはイスラム勢力が北アフリカからシチリア島に侵入し、831年にパレルモが陥落し、965年にはシチリア全島がイスラムの手に落ちた。イスラム王朝の首都はパレルモに移され、 この街には、絢爛たるイスラム文化が花開いた。当時のパレルモの人口は30万人の街に達し、モスクの数は300余り、キリスト教徒やユダヤ教徒も共存して住んでいて、中世ヨーロッパの社会では見られぬ、珍しい繁栄を極める。11世紀に南イタリアに到来したノルマン人がイスラム支配下のシチリア征服を開始、1060年にはパレルモ、 1091年には、シチリア全島が、ノルマン人の手に落ちる。ノルマンシチリア王国の友パレルモに置かれ、フランス文化とイスラム文化が融合した、独自の都市文化を形成した。やがて、シチリア王国の支配権は神聖ローマ帝国の、ホーエンシュタウフェン家に移り、アラビア語にも堪能な異色の皇帝フェデリーコ2世が、生まれた。その後、13世紀には、 フランスの王帝シャルル・ダンジューに征服され、アンジュー家の支配下に入るが、シチリアの番頭事件を契機とするシチリア島民の反乱によって、アンジュー家はナポリへ移り、シチリアはスペインのアラゴン家に支配される。1479年以降はパレルモにスペイン副王が駐在した。18世紀初めのスペイン継承戦争の結果、シチリアは一時オーストリアに渡るが、 1734年スペインブルボン家の王子カルロスによってナポリと共に征服されると王宮はナポリに移りパレルモは地方都市に転落した。19世紀初めナポレオン軍の南イタリア侵攻によってナポリのブルボン家が一時パレルモに逃れてくるがウィーン条約体制下で王宮は再びナポリに戻り両シチリア王国が成立した。 1860年4月4日、イット・ラボルタ・デ・ラ・ギャー。5月30日、イット・インスレツヨネ・ディ・パレルモ。10月25日のテアーノの握手で、エマヌエーレ2世のサルデーニャ王国に、ガリバルディが征服した南イタリアが併合され、1861年3月14日に、エマヌエーレ2世が統一イタリア国王に即位したため、パレルモもイタリア王国の一部となる。 再び、シチリア第一の都市となり、19世紀に産業、経済の発展を極めた。アールヌーボー様式の集中するイタリア有数の都市にもなった。ファシスト政権下でパレルモは無傷であったものの、第二次世界大戦中、1943年7月に連合国軍がシチリア上陸作戦を行い、パレルモの街は爆撃を受けて破壊された。 戦後町は荒廃したが、近年のルマン王宮跡や大聖堂、いくつもの教会などの歴史地区を核に、旧市街の保存、再生計画が完成した。2020年3月には、イタリア国内で2019新型コロナウイルスの感染が拡大。全国的に都市封鎖が行われ、多くの人々が収入源を奪われた。パレルモは、 イタリアの最高発地域の一つという住民の絶望感にウイルスの感染拡大も重なり、商店から集団が物品を支払いをせずに持ち去る事例も発生した。パレルモには以下の分離集落がある。フィンカンティエリ社の造船所がある。パレルモの守護聖人は聖ロザリアとされており、毎年7月14日に盛大な祭りが行われる。聖 ロザリアは1624年の国史病から町を救ったと伝えられる。ありがとうございます。